生死の範疇に収める道はもはや見えている。石田三成の動きを阻止するだけ。彼を捕らえれば生死通り処断されるでしょう。彼も最後のあがきだと覚悟の上に見えました。ヒューガ君、大丈夫ですか？僕はうまくやれるよ。あの方を止めて差し上げないとね。頑固で一途な方なんだ。どこまでもそのあり方を変えられないんだから。自分では自分をもう止められないんでしょうね。あんなにボロボロなのにまだかけ続けるなんて。私たちがすべきは、花の塵にはカノンの雅に生きた歴史を守るということか。おもかげさんも第二部隊の心を分かってくれたようですね。嬉しく思うね。さあ、散り際を見定めよう。元来祈ることが役目の僕だけど、戦いでもうまくやるよ。行こう、僕らで石田三成様を止めるんだ。まったく、これでは通れないね。あっちから回り込みましょう。俺たちを邪魔するつもりですか？悪いけど、そうはいきませんよ。神妙にせよ、石田三成。断る。道を開けていただこう。国外兵が現れました。石田三成と戦闘に入ります。ありがたい足止めですね。今のうちに距離を詰めましょう。再開しました。行かせないよ。逃げ切られる前に追いつこう。そこまでだ。観念して縄につけい。私は足を止めるわけにはいかないのだ。再び徳川兵が出現。石田三成を捕らえようとしています。今の彼を捕まえるのは至難の業だ。だからこそ僕らがやらなくても。突破します。ご準備を。
この先に石田三成がいるはずです。彼を止めに行きましょう。石田三成が徳川兵を撃破しました。急いで歴史改変を防いでください。もちろん分かってますよ。それが俺たちの役目ですから。阻むなら、この覚悟を超えてみせよ。こちらとてか攻め込んでいくよ。政宗の実力、僕が見せよう。うまくやるって決めたからね。かける思いは負けていない。いざお相手願おう。私にはなすべきことがある。無様であろうと醜く根性にしがみつこう。まだ諦めないんですね。わかりましたよ。気が済むまでお付き合いします。全力だね、石田三成様。僕の全部を出し切るじゃないとあなたに失礼だ。どこへ逃げた。終わりで良さそうだね。よし、調子が出てきたぞ。これからもうまくやろう。あの方に石田三成を預けよう。僕らの仕事はこれで本当におしまいだ。そうだね、うまくやれたかな。お前たちは一体何用だ。石田三成を確保した。貴殿たちに彼の身を預けたい。その手で家康様の前に突き出せば法外な報奨を得られように。俺たちには必要ないものですから。どこまでも妙な者たちよ。ヒューガ、もう惜別の思いは十分に伝えられましたか。あの、一つだけお願いしてもいいかな。死の旅へ向かわれる石田三成様の心を洗い流したい。一杯の湯をお届けしてほしい。承知つかまつった。すまないか、白湯をもらえないか。喉が渇いている。あらよ。受けた恩には報いる。それが風雅というもの。
貴殿もまたそう生きたのだろう。綺麗ですね。惜しかったよ、本当に。ありがとう。